それではですね、第2部、1曲ギターのソロということでね、ディズニーの名曲から欲しい願いをこちらをお届けしたいと思います。お聴きください。それではですね、ここからまた2人で、演奏してみたいと思います。それではナンシーさんですね、まず2人でねやる1曲目はですね、アディオスノニーノという曲ですが、こちらは、ピアソラというね、中南米アルゼンチンでしたっけ、アルゼンチン出身ねの、作曲家の曲ですね。こちらピアソラのね、お父さんがね亡くなった時に作られた曲だと聞いております、ね。先ほど、白宮さんからねご紹介ありましたが、毎年、島倉千代子さんのね、追悼コンサートというのをやっておりまして、その時に、一緒にアコーディオンを弾いてくださってね、バンドの本当にね楽であったね、柴田さんっていう方がつい先日ね、亡くなったんですが、ね、今日はちょっとね全然演歌の選曲ないんですけどね、ちょっと触りだけこんな感じみたいなね、やりましょうかね。千代子さんの名曲のね、東京だよおっかさんっていうのね、ちょっとイントロだけね弾かさせていただきましたので、
ギターっていうのはね、いろんなねジャンルに本当に、合いまして、こういう演歌から、先ほどのねポップスから今度はクラシックなんですけどもね、いろんなジャンルをね楽しんでいただけたらと思います。今年もですね、追悼コンサートですが11月の8日に、豊橋市の文化会館で、開催します、ね、柴田さん本当にいなくなってね、残念なんですが、なんとかね、去年ねと同じまたそれ以上のね、コンサートになるように頑張りますので、もしよろしかったらぜひ、歌声コンサートと言いましてね、皆さんと歌いましょうというコーナーですので、大声で歌っていただいて、構いませんので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。Thank you.
ありがとうございました。アディオスノニーニャとね、いう曲をお届けいたしました。亡くなったね柴田さんには届けばなとね思いまして演奏しました。先ほどですね外表をねいろいろ歩いてたら、そちらに、弁財天がねありまして、せっかくですからねお参りしてね来たんですけど、弁財天説明を読みましたら、お金の、ね、神様みたいに、思われているようですが、そもそもは弁財の財というのは才能の財というかね、そういう字を書くそうで、それの当て字で財産の財となって、お金の神様みたいなことになったということが書いてありまして、芸事とかね、あとお話とかもね、に聞くということでね、あ、これはちょうどいいと思いましてね、お参りしたんですがね、若干お賽銭が少なめでね、聞いていただけるのかね微妙なとこでしたがね、また帰りにお参り してたらどうでしょうね。はい、それでは次の曲の説明を。次はあの日本のね名曲というか民謡と、武田の子守唄をあの演奏したいと思います。でこの旋律はあのとてもやっぱりこうあの民族楽器に合うというか、民謡ってやっぱりあの、ね、土地土地のものだと思うんですけど、でもこの武田の子守唄っていうこの旋律は日本の曲であっても、もう万国共通なこの綺麗な美しいメロディーで、本当に世界でも受け入れられるあの曲ですね。3.11 のね時にあられちゃんのね、声優のあられちゃんの日高さんっていう方がドイツでこの曲を歌ったんですよね。そしたら本当にドイツ人が心から感動したっていう、そういう逸話がある曲でもあります。その曲を演奏したいと思います。
武田の子守唄を聴いていただきました。ね、次は多分皆さん知らないかもしれないんですけれども、台湾の曲を1曲ね演奏したいと思います。今後ねもっと日本にこういろいろ入ってくるかもしれないんですけど、 J 長さんという方でとても台湾ではもうスーパースター、作曲もするし映画にも出るし、歌も歌うしピアノも弾くっていうマルチアーティストの方、 J 長さんという方の作った曲で、中国の映画の主題歌になっている曲、菊花台という曲を聴いてください。Thank you.
それでは次はちょっとバイオリンの曲を1曲演奏したいと思います。高嶋千佐子さん の曲での、ガンジスという曲があるんですけど、ガンジス川の、ね、流れるまあ、川をイメージした、曲になっています。それではよろしくお願いします。Thank you.
長い間聞いていただきましてね、ありがとうございました。もう何時から、2時半ぐらいからいらっしゃってる方も、ね、いてね、多分そろそろお尻にがね、カビ、苔が生えるかなそんな感じで日もだんだん暮れてまいりましたが、ね、あの最後はちょっと日本の曲で締めたいなと思って、小倉圭さんの作曲、美空ひばりさんがね歌っていた愛さんさんという曲を、お届けしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。